ホテルレニングラードホテルレニングラードミニホテルレニングラードはロシアの首都モスクワにあるホテルホテルレニングラードは1950年代にモスクワに建造された7棟のスターリン様式の摩天楼の一つ1949年から1952年まで工事が行われ1953年完成17階建て136メートルで セブンシスターズの中では一番低い。部屋数329室。モスクワ市内、コムソモーリスカヤ広場の北東部に面し、同広場のレニングラーツキー駅、カザンスキー駅、ヤロスラフスキー駅の建築と調和している。また、鉄道駅に近い関係で、鉄道利用客が多い。ホテルは、花崗岩や大理石をふんだんに使った、重厚な内外装が特徴で、 ファザードには上述した3駅の異なる建築様式を取り入れている。ホテルに入ると同時に金のアクセントと手彫りの木の天井が訪問する人々に感銘を与える。ロビーはロシアアンピール様式で美しい黒い花崗岩の列柱、銅像、華やかなシャンデリアと家具で飾られている。階段の照明はかつて世界最長の照明器具でギネスブックにも掲載されていた。 上階のホールと廊下はアンカシ色の桜の木のパネルで覆われている。照明器具や扉の装飾、細部はゴシック様式で統一されている。客室からはモスクワ市街が一望できる。ホテルレニングラードには、レストラン、バー、ラウンジ、カジノ、カフェ、ビリヤード室、美容室、郵便局、両外所、ギフトショップ、ヘルスセンター。 会議場とビジネスセンターを含む施設が揃っている。ホテルは数百万ドルの費用をかけてリフォームした後、ヒルトングループの参加に入った。ありがとうございます。